3試合ぶりの勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか。まずサポーターに1勝届けたいという話をされていましたが、心境いかがでしょうか。いや、もうそこが一番ですね。やっぱりこう、まあ、苦しい、ね、時期にずっと支えてくれてましたし、そういった中でもね、本当に大きな声でずっと声援で力づけてくれていて、ブーイングではなくてね、やっぱりブーイングを僕らもさせたくないっていうか、そういう歴史がある中でね、本当にそういうことがあってもおかしくないような、ね、状況でしたけど、そこで耐えてくれたこと、それでまた選手もね、同じ思いだと思いますね。やっぱり自分たちがこういう形でサポーターの期待に応えたいっていう思い、やっぱりなんだろうな、そこのところが非常に伝わった、ゼロで抑えたっていうのはそういうことかなって思いますね。改めてゲーム内容としてはいかがでしたでしょうか。いや、入りは悪くなかったと思います。ただ途中で守備のところで少しね、下がってしまうようなところがあって、相手のミドルシュートとかそういうのを食らうシーンがありましたけども、後半徐々にまたハーフタイムで修正してまたいい形で進んでくれたと思います。ここ数試合の、ね、失点からすればゼロで抑えたってことはね、非常に評価できるかなと思います。ゴメス選手に当てて周りの選手が出ていくという形を見せていましたけれども、あのあたりも含めてゴメス選手のプレーの評価を教えてください。いや、もう本当にトレーニングマッチね、1回しかやってない状況でね、ああいう今日みたいなビッグマッチ出ましたけども、やっぱり彼の質のところ、クオリティのところっていうのはやっぱり確かなものですし、あそこに入った時にね、いろんな選手が絡んでいったりとか、あそこに入らなくても逆に言ったらいろんな相手チームをね、かなり集結させてたと思いますので、それを逆にこう幅をね、もうちょっと使えるとね、より良かったかなと思いますけど、非常に1試合目にしては良かったんではないかなと思います。ここからきっかけになっていきそうですか。そうですね、きっかけになるかどうかというより、きっかけにしなくてはいけないと、そういうゲームだったと思いますので、しっかりと次に、向けてやっていきたいと思います。